天学は中国関東省甲州市に位置する四河地区。癖地以前は甲州東港と総称される農村地帯で、開放前までは虎も生息する自然豊かな丘陵であった。名前の由来は区の生誕にあった天賀村に由来する。天賀村は救命を大水と称し、名前の通り玉江支流の小川である佐賀のほとりにあった。1926年に、 国民革命軍第五軍軍長の李福林が大道村を天地村と改名した際、大水の住民が李の同州であった吉見で天賀村と改称された。それでも1920年代までは数ある農村の一つに過ぎず、天賀村の北部と東部にある佐賀や石灰の方が鉄道や中山大学など学校が置かれた学生街として発展していたが、 1930年に村に隣接して、軍用の公衆天河飛行場が設置される。1959年の飛行場廃止後、跡地はしばらく放置されていたが、1984年に天賀体育中心の建設が決まり、それに伴い1985年に天賀区が設置。改革開放後は、天河北の周辺跡地やたまえ岸が再開発区域となり、 オフィスやショッピングセンターが立ち並ぶ中心業務地区となる。西部中央には痩せ暮れ、日が礼と呼ばれる断層でできた海抜30メートルから130メートルの小高い丘陵が広がり、その南北を佐賀が玉江に流れる。南西部は玉江新城と呼ばれる再開発区域である。玉江の海新佐島に佐島も一部区内に入る。21街道を管轄する。 天ガ CBD の夜景ウィキメディアコモンズには天学に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。